ということで濱家ジュニアは34点で現在2位です。頑張りました。1つください。さあ、そして予選で37回飛んだ高城賞サッカー少年団5年生チームが登場しました。さあ、予選で37回ということですね。さあ、皆さんは34回を超えないと1位になりません。はい、ありがとうございます。チーム少女。